シャスナーカです。今回はですね、こちらのフォートナイトの今回フォートバイトですね、フォートバイト74の場所行きたいと思います。それでは行きましょう。はい、というわけで今回のフォートバイトの場所は見てください、ここですね。すごくもうなんかすね耕されてますけど、ここはね J の8のこの家の地下の方にあります。今回このフォートバイト74ゲットでございます。はい、ゲットという感じで今回はこちらのねバスケスキンのバスケ姉ちゃんでやっていきたいと思います。フォートナイト、はい、オッケーです。いいですね。いやー、このねバスケスキン久々にね使うんだけれども、なかなかねこの久々に使うこのバスケ姉ちゃんの背中はね、背中の番号は特に変えることができないので、これはね注意ですよこのねバスケスキンのあの背中は特に何もなくてもいいかなって感じなんだけど、これ見てください、このねバーストサーマシンが意外とこれね強いんですよ。まあ、特にこうなんでしょう、バースト系の武器のいいところで、このね4点が意外と油断してる時にがっつり決まるんですよ。がっつり決まったらほぼほぼ100ぐらいね削れるんで、かなり火力としてはね高火力、まあ時と場合を考えなくちゃいけないけれども高火力ってところでね、結構僕ねこのバースト SMG 気に入っちゃいましたね。なかなかこのなんでしょう、頭も当たったら相当ダメージ入るんでね、そこら辺のなんだろうね、まあ武器の中でも近距離結構任せることができるかなって思ったりするんですけど、皆さんどうでしょうかね、使ってみて。まあ難点はやはりリロードが少し遅いなっていう風に思っちゃうところがあるので、そうで、これ見ていただけると分かるんだけど、意外とねあの壁そのまんまね抜けちゃうんですね。そういうところではね結構ね良かったりするんですよ、このバーストちゃんね。やっぱりこう球がちょっとねもうちょっと欲しいっていう感じの時あるんだけどね、このやっぱワントリガーで壁いけちゃうっていうところは、まあやってる本人としてはね結構分かりやすくていいよね。オッケー、まあ、こんな感じでね壁やったりいろいろやったりなんですけれども、いやーそれでもねまあ新武器が来てなかなかいい感じになってるこのフォートナイトですけれども、皆さんいかがでしょうか最近ね。いや、やっとさこのなんでしょうね、ちょっと久々の雨が来て、で雨上がりって言ったらやっぱね戦車ですよ、皆さん戦車ね、週末は戦車、やっぱ1週間に1回ぐらいはね戦車するっていうのもありだと僕は思うんですけど、まあ洗車って意外とね自宅で洗う人とかだったら馴染みがほぼないじゃないですか、コイン洗車場っていうところですよね。僕はねよく使うんですけど、どうですかね、コイン洗車場って最初僕ねなんじゃこりゃって思うぐらい手際が悪くて使いづらかったんですよ。あんまり綺麗にならないなって、そういうね印象だったんだけど、もう今はねもうかなり手際も良くなって、ボディホイールもしっかり洗えるぐらい、もうなんでしょうね結構しっかり洗えるぐらいにはなったんですけど、洗車場でねこれ僕は使ってて、おすすめはどっちでもいいんですけど、ジョイ君ですね、そう油汚れにが効くんですよ。別にボディにつけるわけではないんです。これね家庭用の食器洗剤っていうのがねまあジョイ君ですよね。ジョイ君のいいところは普通のね車用のこの洗剤とかっていうのがあるんだけれども、それってなんだろうね、簡単に言うと洗濯機に入れるような感じの容器に移してこうキャップに移してこう入れる形式なんだけど、ちょっと足りないなって思ったことありませんか？そのちょっと足りないって思った、そのちょっと足りないなって思った分をジョイ君はまあ足せるっていうところがまず一ついいところなんだけど、基本的に洗車場で洗う手順として僕はねまずはボディと、まあ、まずこうお金を入れまして、こうね水圧、まあ水でねバーッと洗い落とすじゃないですか、洗い落とすっていうか水のやつでこうバーってねボディとかホイールとか水でバーって高圧洗浄機で洗って、そしてそこからまたこうねいろいろと、まあ、やっていくんですけど、で水でやって、水から泡になって、泡やって、で泡をスポンジでねこう
ふきふきして、ふきふきというかスポンジで洗って、で洗いつつ、まあちゃんとね、あの一面一面、あのバケツでちょっとゆすぎながらね、こうやりながら、そして流して、その後にホイールにスポンジを入れるんですよ僕。で最後の最後にホイール入れるんですけど、基本的にね、だいたい洗車動画上げてる人って最初にホイールって形が多いと思うんですけど、洗車場だったらちょっとね、時間の関係であまりねボディの方をギリギリにしたくないって思いがあるんですよ。それとあとスポンジの分け方ですよね。ホイール用のスポンジとこのボディ用のスポンジってちゃんと分けないと、ホイールって汚れがすごくあるんで、それと一緒にこうやっちゃうと傷になっちゃうかもしれないっていうところがあるんでね。なのでホイールとまたスポンジを分けて、でゆすぐバケツも分けたいってなると、先にもボディの方を終わらせて、後からバケツの方でホイール用のスポンジとかこうゆすいだら、まあ気にならないかなっていう形でね僕はやってるんですよ。でそうやるとね、どうしてもね最後になっちゃうんですけど、まあその最後にやってるところで泡が残ってるかっていうとね、意外とね洗車場のその泡コース、シャンプーだったらダメなんで、シャンプーはちょっとねサラサラの泡になってるんで、あんまりなんかこう洗ってる感というか、この泡がついてる感がないので僕あんまり好きじゃないんですけど、泡洗車をしたその泡がね、スポンまあホイールまで残ってるかっていうと微妙にしか残ってないんで、その継ぎ足しにジョイ君を使っていくわけですよ。そうなんですよね。そこでね僕がおすすめするジョイ君が出てくるわけですよ。でそれでやってるとちょうど良くなる。ボディも洗い落として、ボディの泡も全部水でやって、一回ストップボタンを押してストップさせて、その間にホイールをこう綺麗にね泡でねこうバーってやってから、で最後にストップボタン解除してこうやったらね、うまいこと使い切れるんですよ。まあそんな感じのね、まあやり方もあるよっていうか、この洗車動画なんですけど、動画って言ったらあれなんだけどね、まあ動画というか、まあ試合展開的には今いい感じでね、隠れてた、あーいたね、ねこのスナイパーなしっていうね、今回この SMG の他にもポーション2つ持ってるんで、おー怖い、このねこのタクティカルじゃなくて、おーこのねショットガンはね意外とね、タクショじゃないこのコンバットショットガンって意外と火力出るんで怖いんですよね。意外と火力出るし、こう自分外しやすいしみたいな、危ないこのねとんがり帽子これ大事ですね。ほら火力結構出るからさ、意外とあれなんだよね。でここで RPG はあえて広い、まあいいでしょう。体力削られたら元も子もないんでね。まあこんな感じで体力優先で私来ておりますけれども、だからアーマーがあるけど、このアーマーをまずはね優先して、武器よりもアーマー優先のスタイルでやってるんだけどね。まあこんな感じでございますよ。まあ皆さんいろいろと洗車スタイルあると思うんですけどね、家庭用のシャワーホースとかだったら先にホイール洗ってっていう形でね、夏とかだったらもうねだいたい朝9時までかな、朝9時までに洗車を終わらせるとちょうど良くなるかな。朝早起きするんですよ。早起きして4時ぐらいに早起きして洗車するのがベストですね。4時に早起きして洗車するとちょうど日がねじりじり来る前に案外できたりするのと、朝はね結構影になってることが多いので、まあそういう風な感じでねやっていくのもいいかなって思うんですよ。でこれ木がね案外ねこれでこの SMG でいけちゃうんで、そういうところで僕このね新武器 SMG いいなって思うんですよね。でここでもたついて危ないよって感じなんですけど、そうなんですよね。やっぱりこの夏場の洗車っていうのはね、北海道でも最近あったらしいですよ。車に水をかけたらフロントガラスが割れるっていうねことがねあったりするらしいですけれども、そこら辺もね皆さん気をつけてくださいね。そこら辺を夏だからってね、水をバシャーってかけるとガラスの温度と水の温度がこうねあまりにも差があったらバキバキっていっちゃいますからね。フロントガラスはめっちゃ高いですよ、交換が割と高いですよ。僕一回飛び石で交換したんですけど14万ぐらいかかりましたからね。おお、いいね。オッケー、というわけで今回はこんな感じでこのね新武器バーストサブマシンガンで終わるこのフォートナイト、いかがだったでしょうか。なので皆さんね、ぜひともこのバーストサマシンガンはこれやっぱ青が落ちてるとこれ優先的に拾った方がいいかもしれませんね。ドラムガンよりもまあそれまで白
とか緑とかだったら別にドラムガンでもいいかなって思うんだけど、青のこのねバーストサーマシンガンはやはり25っていう火力が相当強いので、うん、持っててもありかなって思いました。というわけで今回はこんな感じでバーストサーマシンガンいいねって方はぜひとも高評価、そしてポンプ帰ってきてほしいって人はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回もかかってこーい。包帯星見の好きやな。そう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 、なんなんそれ。多分いける、多分ゲケロッケー、ナイス、よっしゃおっしゃ取ったぞ。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー来たー、よっしゃー